ニトリさん。どうしましたか？できたのさ。ようやく完成したんだ。ひょっとして。ああ、ずっと前にあやから頼まれてたあれさ。本当ですか？どうしても手に入らなかった最後のパーツが、ようやく見つかってねー。これから見に来るかい？もちろんです。さあ、ご対面だ。これが、アンドロイド、あや型、新聞記者仕様だ。もう、動くのですか？ああ、あやの思考パターンを思いつく限りインストールしてあるから、基本的なことならあやと同レベルで問題なくできるはずだよ。まあ、スキルアップには経験を積ます必要があるけどね。起動してみるかい？お願いします。それじゃあ、両胸のボタンを同時に押してごらんよ。両胸の、ボタン。どこについているのですか？おいおいあや。もう子供じゃないんだからわかるだろ。両胸についてるボタンと言ったら、あそこしかないだろ。なぜまたそんな仕様にしたのですか？なんだい。目覚めの口づけ仕様の方が良かったのかい？他にいくらでも選択肢はあると思うのですが。3秒以上確実に押し込んでくれ。おっとそれから。まだあるのですか？その子が目を開いたら5秒間見つめ合ってくれ。ニトリさん。そういう仕様なんだ。初めて起動した後、最初に見た相手を主人と認識するんだよ。インプリンティングさ。仕方ないですね。仕様なんだから、仕様がない。なんか、ごめん。ボタンを押しますよ。これはボタンですからね。自分のボタンを押す気分はどうだい？悪かった。もう言わないから許して。押しますよ。仕様だよ。違うほど驚きましたよ。ニトリさんの技術は認めますが、癖の強さはなんとかならないのですか？仕様だからね。それより何か命じてみたら、もうあやのことをご主人様と認識してるはずだよ。なんだか緊張しますね。それではとりあえず、自己紹介でもしてもらいましょうか。自己紹介をしてください。聞こえていますか？自己紹介をあやややや、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 あやややや。大丈夫。バグがあったみたいだから直しといたよ。本当に大丈夫なのですか？大丈夫大丈夫。よくあることさ。それはそれでまずいのでは？ところで今更だけど、自分にそっくりなアンドロイドなんか作って、どうするつもりなんだい？私の代わりに仕事をさせるのですよ。新聞記事を書かせるのかい？そうです。取材から執筆、入稿、販売まで、一式全部やってもらいます。一時の間でいいのです。私は締め切りのある生活から解放されたいのです。いいのかい？何がですか？一度堕落してしまうと、元に戻すのは大変だよ。仕事はいずれ AI がやるようになると、ニトリさん以前言ってましたよね。我々はそれを維持するのが仕事になるんだとか。まだ先の話だよ。楽にはなるだろうけど、退屈な世の中になるさ。そうなっても、私は自分でやれることは自分でやりたいね。ああほら、彼女がお待ちかねだよ。あなた、名前は何というのですか？ボス、それを決めるのはあなたの仕事です。何か名前をつけてあげたら？開発中は何と呼んでいたのですか？あや2号。では、2号にしましょう。あなたは2号です。センスないですね。まあ、別にいいですけれど。それで、何をすればいいのですか？ブンブン丸新聞の記者として、いえ、社名丸あやとして、取材をして記事を書いてください。まだいいじゃないですか。はい。締め切りは明日です。無理に今日やらなくても問題ありません。そんなことを言っていると、締め切り間際になって慌てることになるのです。そんな時は、何かでっち上げればいいのですよ。ニトリさん、こいつむちゃくちゃで役に立たないのですが。最初に言っただろ。あやの思考パターンを思いつく限りインストールしてあるって。つまりこれは、ニトリさんから見た私の姿ということですか？へえ？いや、これは、一般論だよ。みんなあやのことそう思ってるって。なんですって？いや違う違う。今のなし、今のなしだから。なあ頼むよあや。そこは突っ込まないでくれよ。2号、とにかく取材に行くのです。書いた記事を今日中に私に見せなさい。
これはボスからの命令です。やれやれ。仕方ありませんねー。自分では間際までやらないくせに。一言多いんですよ。ニトリさん。こいつを見ていると無性に腹が立つのですが。似た者同士。近親憎悪ってやつさ。やっぱり私のプログラムは間違ってな。ちぃ？睨まないでくれよ。さっさと取材に行きなさい。いやはや。取材してこいと言われましても何の当てもないですよ。都合よく何か事件でも起きないものですかね。仕方ありません。手当たり次第聞き込みしてみますか。ああ。めんどくさいですね。自由です。なんて空気が美味しいのでしょう。青い空、白い雲、記憶正しい社名丸。締め切りから解放されるとこんなに気持ちが軽くなるんですね。さあ、遊びまくりますよ。そうです。やりたいことはたくさんあるのです。2号は、ちゃんと取材できているのでしょうか。以前から不思議に思っていたのですが、締め切り前になると無性に遊びたくなるのはなぜなのでしょうか。仕事さえなければあれをするのにこれをするのにと、やりたいことばかり考えてしまいます。そしてもっと不思議なのは、仕事が終わったらあれをしようこれをしようとあれほど考えていたというのに、締め切りを乗り越えた途端何もする気が起きなくなることです。結局ダラダラと過ごすのですよ。こんな風に。あんなにたくさんやりたいことがあったじゃないですか。釣りに行ったり、本を読んだり、もみじ。屋形船に乗ったり。豪華ですね。温泉に入ったり。いけません。今のうちに遊んでおかないと、締め切り前になるとまた遊びたくなり。そうでした。締め切りは来ないのでした。なんだかやる気が出ませんね。そうです。もみじを誘いましょう。もみじー。あやさん。もみじ。あや。さん。どうしましたかもみじ。あやさん。ですか？何を言っているのです。記憶正しい社名丸あやです。おかしなもみじですねー。やっぱり変です。いつものあやさんじゃありません。おやおや、気づかれてしまいましたか。実は、シャンプーを変えたのです。なんだ、そうでしたか。で、違います。あなた、誰ですか。そんな怖い顔しないでくださいよ。こうして愛しいあなたに会いに来たのですよ。愛しい？いえ、だだだダメです。あなたはあやさんだけどあやさんではありません。そんな言葉では騙されませんよ。あ、もみじは可愛いですね。あわわ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 。でも少し生意気ですよ。困った子ですねー。やめてください。しばらくその口を塞いでみましょうか。あわわわわ。やめなさい、2号。あやさん。いいところで邪魔が入りましたねー。あやさん、この人は誰なのですか？ 2 号です。ニトリさんに作ってもらったアンドロイドです。アンドロイド？なぜそんなものを？そんなもの。私に代わって仕事をさせるためです。私とそっくりに作ってもらったはずなのですが、こんな行動に出るということは、まだバグが残っているようですね。おやおや、私は素直に行動しただけです。あなたのもみじへの思いは私が一番よく知っています。いい加減なことを言わないでください。あなたに私の何がわかると。いつも締め切り前になるともみじの薄い本をこそこそ持ち出して。わかりました。わかりましたからもうやめてください。あやさん、まだそんな本持っていたのですか。締め切り前になるとなぜか不思議と見たくなるのですよね。
あ、そういえば2号、取材はどうしたのですか？締め切りは明日ですよ。サボっている時間は。なかなかよく書けているではありませんか。さすがは私のコピーです。これなら任せておけそうですね。ですが、これだけじゃ紙面は埋まりませんよ。そもそも一面を飾るようなネタが一つもありません。少しは手伝ったらどうですか？それはできません。私はもみじと遊ぶのです。もみじ、明日は非番でしたね。一緒に釣りに行きましょう。私も一緒に行きたいのですが。ダメです。あなたには仕事があるでしょう。明日は遊んでいる時間なんてありませんよ。ニトリさん、おはようございます。まだ寝てたのかい？これを見なよ。いぶきすいかしに、おねしょ疑惑。これは、まずいよまずいよ。これはまずいって。2号は、人里で新聞売ってるところをスイカさんに見つかって、そのまま連れ去られたらしい。このままじゃ2号はバラバラにされちゃうよ。行き先は、多分、白霊神社だ。あら。本物が来たみたいね。2号、大丈夫ですか？ボス？大丈夫じゃない。今似て食うか焼いて食うかを霊夢と相談してたとこだ。私、こんなの食べないわよ。こいつ、あんたが作ったんですって？あ、そうなんだ。なら、お前も同罪だな。ひえ？覚悟してそこに座りな。まとめて処分してやる。ひえ？それを言うなら私も同罪です。おや？お前さんらしくないね。随分と塩らしいじゃないか。私に喧嘩を売るとどうなるか。知らないわけでもある前に。私の新聞に書かれたことです。それに、そこにいる2号はニトリさんが私とそっくりに作ったアンドロイド。私の分身のようなものです。2号に仕事を任せたのは私です。罰は私も受けます。あや。私も同罪です。そいつを作ったのは私です。技術者としての責任も、自分が作ったものへの愛情もあります。一緒に罰を受けます。ほう。正直なのは認めてやろう。だが、口ではなんとでも、言えるさね。ダメです、2号。2号。2号。なんだい。張り合いがないね。やめだやめだ。酔いが冷めちまった。売った新聞は全て回収しとけよな。昼までにだ。スイカさん。ありがとうございます。ちょっと待ちなさい。霊夢さん。このまま手ぶらで許されるとでも思っているの？はい。謝罪は形で表してもらえるかしら？はい。昼までに持ってくるように。なんで霊夢さんに。わかったわね。はい。それではニトリさんは、霊夢さんへの貢ぎ物の方をお願いします。お安いご容赦。さあ、私たちも取り掛かりますか。ボス。なぜ助けに来てくれたのですか？別に助けたわけではありません。あなたは自立したアンドロイドかもしれませんが、あなたに仕事を任せたのは私です。つまり私の責任だから出向いたのです。それだけですか？それだけです。
責任感からしたことです。私に嘘は通じませんよ。私にはあなたの考えていることが全てわかるのですから。しかし、よりにもよってなぜあんな記事を、昨晩見せてくれた一面トップ記事の原稿は、コウマ館でまた爆発、だったではないですか。一面を飾るにはインパクト不足だと思ったのです。それだけですか？それだけです。私も一緒に行きたいのですが、やけを起こしたのでしょう？やけを起こす理由などありません。あなたが何を考えているのか、私にもわかるのですよ。これが片付いたらもみじを誘って遊びに行きましょう。え？どうしたのですか？その提案は、私にも予測できませんでした。まだまだ経験値が足りないようですね。さあ、そうと決まれば善は急げです。売ってしまった253部。さっさと回収しますよ。